ダストマイ・ブルーム・クラークス・デール郊外のジューク・ジョイントで踊る人々、デルタ・ブルース博物館デルタ・ブルースはアメリカ合衆国南部のミシシッピ川流域やテネシー州、メンフィスなどの地域で発生した初期ブルースミュージックである。演奏楽器として特にギターとハーモニカが一番多く使われた。またソウルフルで激しく、そして 事故の内面を歌い上げるようなボーカルスタイルモデルた、ブルースの特徴である。代表的なミュージシャンに、チャーリー・パットン、ロバート・ジョンソンなどがいる。初のレコーディングは1920年代から行われた。この時代ライブでは、バンド形態でプレイすることもあったものの、レコーディングの場合は一人のミュージシャンが自分でギターなどを演奏しながら歌うことが多かった。奴隷から解放された。 アフリカ系アメリカ人たちが、季節労働者として、ミシシッピ加工からアーカンソー、ルイジアナ、テキサス、テネシーにかけて、工場的に移動する慣習があったが、デルタブルースのミュージシャンたちもその例に漏れず、南部地域を旅して回った。その結果この音楽はあちこちに広まり、スキップ・ジェームス、エルモア・ジェームスなど、デルタ地域出身でないデルタブルースミュージシャンも、生まれるようになる。 後期になるとアメリカ中にデルタブルースは広がり特に多くのアフリカ系アメリカ人が移住していったシカゴ、デトロイトなどの北部都市に根付き独自のブルースへと進化していく。学者などの間では初期のデルタブルースと後期の北部都市ブルース及び西海岸ブルースとの間に音楽的な区別があるかないかは意見の分かれるところである。確かに基本的なハーモニー構造は デルタ・ブルースも、その他のブルースもほぼ同じである。しかし、シンプルなギター奏法や、リズムを強調したデルタ・ブルースに、他、ブルースとの明確な差異を認めるものも多い。1920年代のミシシッピ・デルタ地域で、白人のお嬢主は相変わらず、黒人を奴隷同然に所有していたが、デルタ・ブルースアーティスト本人が、その純奴隷システムからの逃亡者であることも少なく、なく、 そういった経験が、デルタ・ブルース独自のサブカルチャーを形成している。逃亡、反乱を企てたり、集会を開いたり、その他主人にとって、好ましくない行動を取った者は、パーチマン農場と呼ばれる、ミシシッピ州立刑務所に収監された。実際その刑務所に入った経験を歌ったアーティスト、ブッカ・ホワイト、レッドベリーもいる。ポピュラー音楽において、サブカルチャー的、 カウンターカルチャー的な位置づけになったのは、ブルースが最も初期の例である。ありがとうございます。